半門店は朝鮮半島中間部に位置する朝鮮戦争停戦のための軍事境界線上にある地区である。北側の朝鮮人民軍、中国人民志願軍と南側の国連軍で停戦協定が1953年に調印され、同年10月以降は停戦を監視する中立国監督委員会と軍事停戦委員会が設置され、 停戦協定遵守の監視を行っており、60年以上にわたる朝鮮半島の南北分断を象徴する場所となっている。韓国軍を中心とした国連軍と北朝鮮軍が境界線を隔てて顔を合わせている。反問点うちは1953年10月の設置以降、国連軍と北朝鮮軍の停戦協定に基づく中立国監督委員会と 軍事停戦委員会の本会議場が設置され、休戦協定遵守の監視を行っている。軍事停戦委員会本会議場は南側、中立国監督委員会は北側の施設となっており、緊急度を4段階に分けた会議を開いている。反問点は、第二次世界大戦後の冷戦下において、南北朝鮮と同じく分裂国家であった東西ベルリン間に置かれたベルリンの壁、 同じく分裂国家であった南北ベトナムを隔てた軍事境界線のベンハイ側と並んで長く冷戦の象徴的存在であった。そして世界のほとんどの地域で冷戦が終結し、さらにベルリンの壁が崩壊した後にドイツ再統一がなった1990年以降において世界で唯一冷戦の最前線になっている。南北朝鮮が 過去何度も会談を開いてきたほか、2003年に希望路経由で南北直通道路が連結されるまでは、支援物資を含めた北朝鮮との物資、人の往来も半門店を抜けて渡っていたように、対戦状態にある南北唯一の接点である。2018年4月27日、韓国側施設、平和の家で、韓国の文在寅大統領と北朝鮮の 金正恩朝鮮労働党委員長が会談した。史上初めて南北首脳会談が韓国側で開催され、北朝鮮の最高指導者が韓国入りした。同年5月26日、今度はムンジェインが北朝鮮側施設、統一核を訪問し、金正恩と会談した。2019年6月30日、韓国側施設、 自由の家でアメリカのドナルド・トランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン委員長、中途参加となった韓国のムンジェイン大統領による米朝首脳会談が開催された。史上初めて現職の米大統領が北朝鮮側に足を踏み入れた。1938年頃の反門店周辺地図、反門店の名は 朝鮮戦争休戦協定の協議が行われていた1951年に中国の代表者が会場を見つけやすくする目的で会場近くの店に設置した看板に由来している。休戦協議が開始された時点で現在の半門店付近にはノルモン里という名の村が存在していた。韓国の新聞によるとノルモン里は板でできた門の,のある村という意味であり、 1592年の文録の役で、李氏朝鮮国王の戦争が半寸から会場へ逃げ延びる際、佐川豪付近の住民が自宅の門に使っていた木材を用いて、戦争一行が佐川豪を渡るための足場を作ったという伝聞に由来している。文録の役からおよそ360年後の1951年、朝鮮戦争を戦っていた、米国、韓国と中国、 北朝鮮は休戦合意をめぐる協議を7月10日から会場で行っていた。だが、北朝鮮の支配地域である会場市の中立性維持に疑問が持たれて8月23日から協議が中断したため、両者は新たな協議の場所として、当時の前線の中間地帯に位置していたノルモン里へ階段場所を移すことに合意した。当時のノルモン里は、わらぶきの家が4から5軒ある。 小さな住宅街で村の畑を潰して新設した階段場所の前に、ギータでできた大きな門と垣根を有するけ幕が立地していた。そのため、中国人民志願軍の関係者は階段場所に目印の看板を設置するにあたり、ノルが中国語で板を意味すると知ってまず、ノル門を板門と漢字表記し、階段場所の前に店があることから店の字を加えて、 半門店という名称を生み出した。この名称が他の急戦協議参加国にも伝播したことから、階段場所の名称として、半門店の漢字表記とそれを朝鮮語読みにした、半ン,ンジョムが世界的に定着した。ただし、中国のニュースサイトによると、中国の関係者は、地元の人が言う、ニオルムニを、店の名前だと認識していたようである。一方、 中国や韓国の報道とは別に、第日本帝国陸軍参謀本部の陸地測量部が作成した1938年頃の地図には、ノルム2に反門点の漢字を当てた表記がすでに掲載されている。そのため、反門点という漢字名称が実際はいつから使われていたかは不明である。軍事停戦委員会本会議場と板門文閣、 平和の家と円形の北側国旗形容台帰らざる橋、軍事停戦委員会の本会議場は、反門店の中心にあり、会議場の中心にテーブル、その中心にマイクが置かれ、引き回されたマイクケーブルも境界線を示すように配線されている。会議場脇に通訳ブースも設置されている。韓国、北朝鮮双方から訪れた見学者が、会議場室内で、 軍事境界線を越えることは認められている。軍事停戦委員会本会議場の周辺は、韓国側に連絡事務所、自由の家と会議場、平和の家が、北朝鮮側に連絡事務所、板門閣と会議場、統一閣が設置され、各種会談や事務業務、休憩施設として使用されている。1992年に、 韓国側の自由の家と北朝鮮側の板門角の内部に南北連絡事務所が設置された。中立国定戦監視委員会は朝鮮戦争において中立を宣言したスイス、スウェーデン、チェコスロバキア、ポーランドの4カ国によって反問点に置かれることとなった。4カ国それぞれから将校が派遣され、任期は3年間。しかし、 チェコスロバキアとポーランドはソビート連邦の影響下でワルシャワ条約機構に加盟したので実際は中立組織は機能していなかった冷戦終結とともにポーランドとチェコは旧東側から離脱し中立組織が回復するかと思われたが両国は1999年に旧西側の北大西洋条約機構に加盟したため再び有名無実になった北朝鮮は ポーランドとチェコの監視員を退去させ、1995年に NNSC を認めないことを宣言。現在はスイスとスウェーデンが5人ずつを派遣して、韓国軍だけでなく、DMZ 外の在韓米軍や、米韓合同軍事演習を含めて、監視活動を行っている。委員会は毎週火曜日、最新情勢について、北朝鮮と韓国に送付する報告書を作成している。 しかし、北朝鮮は1995年以降受け取りを拒否しており、北朝鮮側のレターボックスは報告書が溜まった状態になっている。満杯になる都度に中立国定戦監視委員会が改修する。帰らざる橋半門店の西側に佐川郷という河川が流れ、そこに架か,かる橋では朝鮮戦争停戦後に捕虜交換が行われた。 北朝鮮から逃れた自由主義者、北朝鮮の捕虜となった韓国軍兵士が北朝鮮側に渡り、その橋を渡ると二度と戻れないことから帰らざる橋と呼ばれた。後日のポプラ事件の舞台となった場所もすぐ近くである。72時間強、帰らざる橋の北側数百メートルに所在する佐川号の橋。主に、 北朝鮮側から反問点にアクセスするための車道として使われている。ポプラ事件の後に帰らざる橋が境界線をまたぐ形となり、往来不能となったため、北朝鮮側が代替として加強した。72時間で完成したと主張され、この名称が用いられる。自由の村、黄色軍事境界線内の韓国側、共同警備区域の周辺に急戦当時の住人の 直径子孫だけ居住することができる自由の村が設けられているが、住民や許可を受けた者、指定されたツアー参加者以外、自由に訪れることはできない。北朝鮮側の軍事境界選手編は、黄色ーーと呼ばれる韓国側に北朝鮮側の繁栄を誇示するために設けられた高層アパートなどの住居や工場が立ち並んでおり、自由の家からも見ることができる。しかし、 これらの住居や工場はあくまで韓国側に対する宣伝のためのものであり、実際に住人はいないとされている。軍事境界線近くに韓国と北朝鮮の大型の国旗慶応灯がある。慶応灯を設ける際に韓国と北朝鮮の間でその高さがあらかじめ決められていたものの、北朝鮮がこの取り決めを一方的に破り、南北双方で、 国旗慶応台の高さ競争が起こり、北朝鮮側は、宣伝村脇に当時世界一の高さとなる160メートルの慶応塔を設け、現在もそのままにされている。共同警備区域を警備中の国連軍兵士軍事、停戦委員会本会議場内を警備中の韓国軍兵士、鉄棒予備腕章に、と書いてある。軍事停戦委員会本会議場内を警備中の 朝鮮人民軍陸軍兵士反門手打ち及び共同警備区域においては韓国軍を中心とした国連軍と北朝鮮軍の両軍が境界線を隔てて顔を合わせ警備についている。かつては国連軍側に朝鮮戦争において国連軍として北朝鮮軍や中国軍と対峙したフィリピン軍、イギリス軍やベルギー軍なども配備されていたが 現在国連軍の8割以上は韓国軍、そして残りのほとんどを韓国の同盟国であるアメリカ軍が占めている。原則として南北両兵士は軍事境界線を越えてはならず、境界線を越えた者、相手兵士と会話を交わした者は死刑に処せられると定められている。2018年の第5回南北首脳会談において JSA の非武装化に合意した。 地雷除去作業が10月20日までに完了し、南北双方の GP、武器類の撤収作業が行われる。一方で、新たに北側に韓国軍の GP が、南側に北朝鮮軍の GP が新たに設置され、南北双方が35名ずつ、非武装の状態で共同警備を行う。非武装化が完了すれば、1976年のポプラ事件以来、 完全分離していた南北の共同警備の復活、観光客による区域内の自由往来が可能になる。2019年現在、非武装化は完了したものの、南北共同警備、自由往来については、協議が進展していないため実現していない。DMZ の林ツ衛周辺は2000年の韓国映画、JSA がヒットした影響で、韓国内外から強い関心が寄せられた。 DMZ の警備は、前進師団小鳥陸軍第一不評師団が担当しているが、この師団は、非常に軍機が厳しく、徴兵制度で配置される、一般兵士たちが一番行きたがらない場所でもある。そこから、東側のサザナミ川の方に行くと、鍵部隊こと第5不評師団が存在し、その東側に、白骨部隊こと第3不評師団がある。この部隊は、朝鮮戦争時、 初めて平壌に韓国国旗を掲げた部隊として知られる。認知は冬、摂氏氷点下45度と過酷かつ孤立しており、陸軍へ入隊する若者にとっては一番避けたい、最も恐れ得られる存在として有名な精鋭部隊である。現在、韓国軍の国軍の日は10月1日だが、この日の由来は朝鮮戦争時、 第3不評師団機下の第23不評連隊が初めて38度線を突破して北進したことを記念するためであり、第3不評師団は韓国陸軍でも最も厳しい軍機とともに多数の功績を持っている。さらに東に進むと満月部隊こと第15不評師団、七重部隊こと第7不評師団、漢本土の林蹄詰まで行くと第1軍団がある。そして、 日本海側に出ると有名な統一展望台の肘部隊がある。軍事停戦委員会本会議場周辺など、北朝鮮軍と直接顔を合わす場所に配置された韓国軍兵士のみ、北朝鮮軍兵士から表情を読み取られないため、そして顔を判別されないためにサングラスを着用する決まりとなっている。北朝鮮陸軍は反門店周辺警備の専門部隊として、 半門店刑務隊を配置している。JSA に勤務する韓国軍将兵を包摂、情報を入手し、除隊後にも接戦工作を通して固定官庁として活用するため、半門店代表部政治部的効果に2個の対南工作組を運営している。各工作組は、組長、副組長、組員等5から7名で構成されており、組長は、 韓国軍将校と中止を、副組長は、中止と兵長を、組員は、紙兵を脳の接触対象にしている。1976年8月18日、共同警備区域内に植えられていたポプラ並木の選定作業を発端に、韓国軍、アメリカ軍と北朝鮮軍が衝突し、死者が出たほか、両軍が一時緊迫状態となる事件が発生した。 この事件後、9月6日まで両陣営間で行われた会議によって、北側の提案で共同警備区域内でも以下のように軍事境界線を引いて両者の人員を隔離することを決定した。これ以降、境界標を挟んで南北両軍兵士が向き合うこととなった。特別の許可を受けた者以外、このコンクリートの境界線を越えることは許されていない。 1984年11月23日、北朝鮮の反門店観光ツアーに訪れていたソ連人大学生が軍事境界線を越えて南に侵入した。この大学生を追った北朝鮮兵が軍事境界線を越えたため、国連軍が攻撃資料者は衝突。韓国兵1名と北朝鮮兵3名が死亡した。最終的にこの大学生はアメリカへ亡命した。 上記の越境事件をはじめとして、反門店では過去数回にわたり北朝鮮や旧東側諸国の国民の韓国側への亡命が行われている。1998年2月に反門店の警備に当たっていた北朝鮮軍の大員が韓国側に亡命しており、2007年9月にも北の軍人が南側に亡命している。2017年11月13日、 一名の朝鮮、人民軍兵士が四輪駆動の小型軍用車両で共同警備区域に入り込み、軍事境界線を越えて韓国側に亡命しようとしたが、排水口にはまり脱輪したため、その後に車両を捨て軍事境界線を越えて逃げ込み、亡命した。その際に警備に当たっていた北朝鮮兵から銃撃を受けて負傷し、銃弾の一部が韓国側に到達した。 亡命した兵士は、反門店の軍事境界線から南側に約50メートルの地点で倒れ込んでいるのを韓国側に発見された。その後、韓国兵が救助に当たり、国連軍のヘリコプターで韓国の病院に搬送され、一命を取り留めている。これを受け北朝鮮は、当時警備に当たっていた兵士たちを責任者も含めて交代させ、 北朝鮮側の非武装地帯と共同警備区域の間にかかる72時間橋を閉鎖して鍵がかかる門の設置をするとともに数人の要員が深さ1メートル以上の溝を軍事境界線の北朝鮮側に掘った逃走を防ぐための対策とされている南北双方から見学を目的に反問店を訪れることができる北側、南側それぞれ手続きや 見学体制が異なる。2005年の1年間の参加者数は南側が2万人強、北側が7000人という。この見学中に限り見学者は軍事停戦委員会本会議場の中でのみ一時反対側へ越境をすることができる。自由の家の前で本会議場を背に撮影を行う南側からの見学者。手前の制服は 人民軍兵士反門店ツアー南側から外国人が訪れる場合は指定の団体ツアーに参加する必要がある。ただし、寄品訪問として時間級以上のものの場合、韓国外交部を通じてガイド付きの個人見学が可能である。南側からは上記によりソウル特別始発の外国人向け反門店見学の定期ツアーが行われている。 民間人はツアーに参加しなければ、反問店を訪問することはできない。開催は原則として火曜日引く土曜日だが、訓練などの都合で、先曜日であっても開催しない日がある。南北情勢により、ツアーが中止されたり、共同警備区域に立ち入りが許可されない場合は一部返金となるが、多くは数日で再開されている。工程は、半日程度のものが中心で、 国連の公用語である英語ができる添乗員が同行するツアーのほか、日本人向けの日本語ができる添乗員が同行するツアーが用意されている。さらに、DMZ 周辺に掘られた北側からの南東新入用トンネルや都、ラザン駅などの見学と組み合わせた、1日当資の日帰りツアーもある。いずれも、上記の旅行代理店への事前予約が必要である。 南側からの訪問は国連軍の招待客という名目のため国籍確認が行われ国連軍より参加不可国に指定されている北朝鮮、アフガニスタン、パキスタン、イラン、イラク、キューバ、リビア、スーダン、シリア国籍保持者は見学不可である。朝鮮戦争時に北朝鮮側について国連軍と対峙していた中国、 ソ連の継承国であるロシア、加えてベトナム、マレーシア、インドネシア、シンガポール、インド、オマーン、サウジアラビア、ウクライナ、エジプト、ソマリア、台湾などの参加制限国及び国連非加盟国の国籍者は1週間の事前審査承認の上参加可否が判断される。韓国人の場合、国家情報院への申請、承認が必要である。申請は 住所地の警察署長による身元保証などが必要。団体見学が原則で多くは共同警備区域に勤務する親族訪問、市民団体による訪問団で外国人のように簡単に見学することは不可能で、いずれも見学までに数ヶ月を要する。在日韓国人の場合、韓国大使館発行の在外国民党希望等本を持参すれば、 上記外国人向けツアーへの参加が可能である。参加国籍に問わず、職業や性別による見学制限はないが、9歳以下の小学生及び同等の家庭にある児童、乳幼児はツアー参加自体ができない。南側からの半門店訪問に際しては、パスポートの持参義務や撮影、行動、服装などの制限などがある。ツアー参加者は、 キャンプボニファス内で国連軍が用意したバスに乗り換える際はパスポートとカメラ及びポケットに入るもの以外持参できずこれまで乗ってきたバスに置いていくこととなるキャンプボニファスにてパーソナルコンピュータの画面をプロジェクターを使って大型スクリーンに投射しレーザーポインターを使って説明する南北朝鮮の過去と現状についてのレクチャーとともに 見学中の禁止事項についてのブリーフィングがあるが、緊急事態が起これば、死亡、負傷する恐れがあるが、自己責任を承知のもと訪問すると書かれた、国連軍の用意した誓約書への署名が必要である。見学事情反問店内では引率する、国連軍兵士の後に2列で並んでの移動となり、自由に歩くことはできない。北側から、 挑発を受けたと受け取られ攻撃する口実を作ることを防ぐためであるとし、指を指す、手を振る、大声で笑うなどの行為は禁止されている。軍事停戦委員会本会議場内の設備に触れるなどの行為、国連軍、朝鮮人民軍問わず、警備兵に話しかけたり、挑発的態度をとったりする行為は禁止である。撮影時に、ピースサイン。 ファックサインなどはしないようにとガイドに注意される理由は、北側から、挑発を受けた塔受取られ攻撃する口実を作る、ことを防ぐためと下記のジーンズと同じである。不慮の事故を防ぐために、ツアー出発12時間以内の飲酒は禁止されている。南進トンネル訪問などを含んだ1日投資のツアーで午後に、反問店を訪問する場合は、昼食時にアルコール類を注文しないように指示がある。 撮影は共同警備区域内のみならず、南側が自主的に設けた民間人出入統制区域内を移動中のバス内も撮影不可である。国連軍が管理するキャンプボニファス内の見学者向きにブリーフィングを行う建物などの一部施設周辺や軍事停戦委員会本会議場内での国連軍兵士との記念写真の撮影は可能である。 1 0 0トル以上の望遠レンズは持ち込み不可である。軍服、軍服に似た服、作業服、T シャツ、破れたジーンズ、ショートパンツ、その他の露出度の高い服装は禁止されているが、アメリカ軍兵士など一部のものには、ショートパンツに T シャツが許されるケースもある。以前は、北側がアメリカの象徴であると考えているとするジーンズ姿の観光客を、韓国は、 アメリカの手先と宣伝に利用する恐れがあるため、ジーンズは完全に禁止だったが、現在では破いて穴を開けたものや色の合わせたものなどを除き基本的に許容されている。ツアーの終盤に立ち寄るキャンプボニファス内の自由の村住人が経営する土産物店において記念品や土産物の購入が可能となっている。タバコや種類が免税で販売されている。軍地基地内にある PX 売店では、通常、付加価値税や、酒税などが免税となっている。クレジットカードの利用はできないが、土産物店脇に、韓国の銀行の ATM がある。北側からの見学者基本事情北側から、外国人が訪問する場合は、現地旅行者が受け入れる、一般観光ツアーの中に組み込むよう手配をすれば、可能である。朝鮮民主主義人民共和国籍者も、 各種許可などを取得すれば可能である。在日朝鮮人団体の祖国訪問においても訪問の実績がある。現在、外国人が朝鮮民主主義人民共和国各地へ観光目的で訪問する際は旅行代理店を通じて朝鮮国際旅行者などが受け入れる観光の枠組みを利用することが一般的である。この枠組みはかつて世界各地でよく見られた。 パッケージツアーを個人向けにバラ売りしたようなもので案内員が随行しやや硬直的な工程である特徴を持つが反門店見学を希望する場合はこうしたツアーの中に盛り込むよう手配すればよく北側滞在中に別途反門店ツアーを申し込む必要はない南側のような反門店だけのツアーも実施されている様子がないしたがって 一般観光の延長線上にあって、現地旅行者が提示する4日程度のモデルプランは、平壌会場に、反門店を加えた組み合わせがよく見かけられ、平壌を観光する多くの外国人旅行者が合わせて、反門店を訪れている。ただし、日程は情勢などにより前後する場合がある。少人数個人で北側に滞在していても、反門店に限り他の団体ツアーと合同になることが、 ある。外国人観光客の半門店訪問自体への参加制限はない。もっとも上記の観光の枠組みは軍人、警察官、治安当局関係者、報道関係者などに制限がある。例えば記者が取材目的で観光の枠組みを使うことはできない。在平壌の外国大使館員も訪問できないという。 見学事情撮影や服装などの制限はないほか、誓約書への署名義務もなく、南側と比較して、ユりーとよく言われる。パスポートの持参義務はないが、そもそも前述の観光の枠組みでは、北朝鮮入国直後から出国直前まで案内員にパスポートを預けるシステムになっている。当該区域は、徒歩で立ち入ることはできず、ツアーバスか、 旅行者の乗用車を利用する。その際、観光客警備の名目で朝鮮人民軍兵士が同乗する。軍事停戦委員会本会議場に加え、停戦協定調印場の訪問が可能である。これは南側からは訪れることができない。これらの内部では、軍人が案内役を務め、北側の立場から説明を受け、随行案内員が通訳を行ってくれる。 その他、板門閣の内部も見学できる。本会議場脇の境界線付近を見学する際は、亡命阻止のために、朝鮮人民軍兵士が必ず立証する。朝鮮民主主義人民共和国では、通常、軍人や軍事施設の撮影は禁止されているが、区域内では、カメラ、ビデオカメラを問わず自由に撮影できる。案内役の朝鮮人民軍兵士との記念撮影や、 会議場の椅子に座っての撮影も可能で、案内員に申し出れば撮影してくれる。区域に入場する際に同乗する警備役の兵士の撮影は禁止されている。反問点訪問に際して、服装の制限はないが、同国の一般的なマナーとして、スケル服や下着が露出する服装、ミニスカートや USA と書かれた服、政治的メッセージが書かれた服、 さらに軍服を模した服装などは好まれない、もしくは問題視される。北側の体制や指導者の批判は、反問点に限らず北側のどこでも現金である。ツアー参加者は、現地の商工から、統一と書かれたバッジがもらえることがあるという。韓国に隣接しているため、観光客の持ち込んだ携帯電話が、韓国の通信会社の電波を捉えることがあるが、通信は厳禁である。 ありがとうございます。